突然ですが、あなたにとって会計というのはどんなイメージでしょうか？ビジネスをされていて会計が大切なのはわかるけれども、めんどくさい、正直めんどくさいと思われている方や、経理や専門家の方の他人任せになってしまっている方、あるいは税理士や会計士の方に頼んでいて顧問料が高いなと思われている方や、ご自分でされるにはちょっと難しい、簿記や会計の知識はないよと思われている方、そもそもお金自体が苦手なんだよねという方もいらっしゃるかもしれません。その結果、多くの場合は本当に専門家任せになってしまって、自分ではほとんど把握されていないという人もいると思いますし、年に1回だけ、しかも確定申告の時だけ見るだけで、あとはほとんど内容を知らないよという方もいらっしゃるのではないでしょうか。領収書が溜まってしまってもう整理がつけられないよという方も多く聞きますし、個人事業主の方では家計と混じってしまって、何が何だか、事業なんだか、自分の個人使いなのか分からなくなってしまっているという方も多くいると聞いています。今日多くの方が起業されていますが、起業家に求められる力というのは何なんでしょうか？私はまず情熱、これがなくてはなりません。これをまず第一に挙げます。そしてその方のキャリア、適性ですね、これはもちろん必要でしょう。また自分自身で責任者として経営者として立っていきますので、人間力というのはもちろん必要でしょう。また今日でありましたら、インターネットやウェブアプリを使いこなす IT 力というのはどうしても欠かせないと思います。そして私は最後に会計力というのを必要だと思っています。なぜなら今日多くの方が起業していく中で、起業後の廃業ということを見ていくと、1年後にはなんと3割の方が廃業されています。そして5年後には8割です。これは見なくてはいけない数字だと思います。もちろん多くの原因が考えられますが、その原因の大きなものの一つに、私は会計力というものがあるのではないかと思っています。起業家に必要な会計力をどのようにしてつけられるのか、その一つの解決策が最近急速に普及してきているクラウド会計にあります。このクラウド会計を簡単にマスターすることで会計力をつけていくことができるのです。クラウド会計といえばナンバーワンのシェアを誇っているのがご存知のフリーです。そして私はクラウド会計を使いこなすメソッドとして、経理があんまり得意じゃないなという方や、あんまり会計の知識がないという方向けに、どんぶり勘定、どんぶり感覚でマスターできるというメソッドを考えました。それがクラウドんぶり会計です。会計フリーをクラウドんぶり会計メソッドで使いこなす、これが私が使っている会計力を高める解決策です。今回そのクラウドんぶり会計とフリー講座を合わせてウェブ講座に仕上げました。それがこのクラウドんぶり会計フリーマスターウェブ講座です。この講座を取っていただくと、まず経理の自動化が簡単に図れます。そして経理の自経化、自経化というのは自分で行う、経理を自分自身で行うという意味です。クラウド会計のメソッドとしては、自分で行う、そしてそれを自動化していくということがあります。またさらに、ただ経理を行うだけではなくて、経営を見える化していきます。さまざまな方法により経理の月次分析、そして年次分析をできるようになっていきます。そうすることで決算や確定申告までも楽々、会計力をつけていただくことができます。申し遅れました。私はビジョナーズ代表の西宮哲司と申します。経営アテンダント、経営コンサルタントのような仕事をしておりまして、フリーの認定アドバイザーもしております。
もともとはセミナー会社に勤務しておりまして、ヒューマンポテンシャルムーブメントという活動の中で、いろんな講座、さまざまな講座の担当をしておりました。そしてその後、経理の実務をマスターする期間があります。十数年間にわたり、全日本プロレスから日本物理学会、そして最後は、外資系のファッションブランドの経理主任、そして経営企画室をしておりました。その後、多くの方の起業家のビジネスのサポートをしたいというところで、このビジョナーズを設立しております。今回ご紹介するのは、このクラウド会計をマスターするどんぶりクラウドどんぶり会計のマスターウェブ講座です。ぜひこのページでですね、詳しく紹介しておりますので、どのような講座か把握していただいて、ぜひご自分のビジネスに役立てていただけることを願っております。